昨日は昨日で今日は今日、そして明日は明日、全ては別々で、だからこそ昨日ボコボコにされた試合のことは今日の試合には何の関係もございません。相変わらずノリノリの桑原オースティンがいるので、この辺の力を使い、あとチーム全体の力を使い勝って、今季の2勝目巨人戦上げていきましょう。もう負けるわけにはいかない。今日は昨日よりもっと明日は今日よりきっと、1番から気の抜けない梶谷、坂本、そして内に打たれまくってる前日2ホーマーの丸がいる。もうあそこ勝負避けます。なので確実にこの2人を抑えておきたいんですよ。まず1回からね。そう、振りもしないし、ボンデズの時点でおかしいけど、こうなるとこいつを警戒していかないと、牽制してくれへんかな。絶対してくれやろお前。動きはない。この後もう1球すぐ牽制入れる。素早い牽制。でも動きはないとね。じゃあ坂本の集中。いや大丈夫。佐野の取れる範囲。でこの後の丸に関してはもうさっきも言った通り歩かせます。やっぱ勝負しちゃあかんので、もうボンズです。俺はボンズにしかこいつ見えてないから。帰れ、申告敬遠じゃ。お前がいべきは打席じゃない、一塁ベースだ。そしてホームには返さないようにしていかないとね。そこ変えられたら敬遠した意味っていうのがあんまないから、まあそれでもなお丸と勝負するよりかはマシな結果かもしれへん。でも打たれないように、えい。初回からランナー2人背負ってるのは苦しいことだけど、マルトの勝負するよりかは断然マシ。そしてその結果2つ目のアウト、あと1つ、スモークからね。オーイエー、オーイエース、ナイス。やっぱマルトは勝負避けるべきという答えが見つかった以上は勝負しましょう。そして勝つのは俺。さあノリノリのオースティンの1打席目。ノリノリになった前日、まあ、ヒッター打つことはできなかったんだよね。ノリノリの割にはいいバッティングすることはできなかったが、今日も打てる球だと思うんですけどね、に対して打てないというノリノリなのに、この期間でプレーできる打席数って限られてるのにもかかわらず打てないな。なんだろうな、不思議やな。その不思議を抱えたまま終わらないようね。この不思議を解明して、いつか打たないと、いつかというか今日打つんです。次の打席打つんです。3回まだ0、まあ相手にもう0で抑えてるからね、ヒット1本も打たれていない。ただ次丸から始まるところ、4回表、まあ、ランナーのいない状況で回のリードオフですけど、ここはもうもちろん決めた以上は申告敬遠です。俺はボンズに見えとるから、ボンズなお前とは勝負しないんです。もうとことん避けるよ、避けて抑えに行く。これ盗塁決めさせたくないけど、まあ丸盗塁下手くそなんでね、たとえ警戒してなくても多分アウトできるんだよな。よし、岡本に関してはズバッと三振。いやええよ、もう丸の後ろの岡本が楽だからこそ丸を敬遠するという策が生まれてくるんだよ。岡本バリバリ打たれとったらこの策生まれないからね。いやー岡本様々ですわ。おーで詰まって落ちる展開もない。よーし、敬遠した意味というのがここまでいっぱいおっぱい出てるね。まあ、最後まで得点につながさないように抑える、しっかりと今永で。もうちょっとお前、それはない、それはないだろうお前。伊藤光さんちょっとポロリ多すぎ。こういうとこで好感度下がるよね。それでいて首脳陣に盾ついてくる最悪のやつじゃないですかこいつ。なんか嫌い俺も。このシリーズ通してお前のことがちょっと嫌いになっていってるんだよな。他の選手のことは好きになっている。横浜ってええなーって思う瞬間あるけど、お前に関してはなんか横浜って嫌だなーって思う瞬間が多すぎ。お前が嫌なんだよ。横浜うんぬんじゃないわこんな。あーもう、あー結果三振、ゼロでいけたけど、ポロんなよ、もう。外から始まる4回裏。ちょっとこの辺でランナー出して、いや、出さずとも取るやり方ができる並びですからね。外、牧、オースティン。どうであれ、早く1点取りたいわ。あー、ダメだ、もう。あー、よかった、ファール、助かった。でも追い込まれた。ミート打ちでいこう。そんな簡単に打てるものじゃねえけどな。まだホームラン以外の安打出てねえぞ。いつになったら生まれるんだろうな。もうホームランしか打てないんだったら、まあそれはそれでええけど。よし、牧の打球はいかへんにしても長打でチャンスでオースティンです。さあ来い、返すぞ。ノリノリになってからの初安打まだないね。ここで打つしかないだろう。それで先制点でそのまま勝つ。理想ばかり口にしてるけど、理想って口にすればするほど叶う世界ではないかな、別に。まあでも理想は常に口にしよう。言いたいことがあれば言えばいい。言いたいことも言えない世の中にしちゃダメですよ、ポイズンな世の中のね。よし、今差し込まれとったけどね、ノリノリパワー。プレイヤーが打ったと
というよりかはノリノリでオースティンが打ったというのが正しいでしょうね。俺なんて何もしてないもんだいぶ差し込まれてたけどあそこまで飛んだという。今季の6号目ノリノリになってからの初ホームランが生まれて、これが何か覚醒につながる一本であれば嬉しいんですけどね。まあその前にこの試合勝たないと先制点いただきました。そして丸から始まるところ、申告敬遠です。今日3度目の打席すべて申告敬遠で、タイのリードオフを出すということは痛いことではあるけど、丸と勝負するよりかは断然マシ。もう1点差の状況で一番勝負しちゃダメなバッターなんで、どうせホームラン打たれて同点で、その後のバッターに打たれて逆転でっていうのが目に見えるんでね。まあこのケースホームラン打たれたら逆転にはなるんですけども、それでも勝負するよりかはマシで、これは盗塁アウト。イエス、丸はこういうとこあんね。盗塁下手くそなくせに積極盗塁がついてるのか何なのか知らへんけど、めっちゃ盗塁仕掛けてくれ、そしてアウトになる。だから実際抑えてんのと変わらへんのよね、申告敬遠で勝負避けたとしても。だからこそこの策が生まれて、いやもうぶっちゃけこれから先の戦い全部申告敬遠でいいと思いますよ。まあ、たとえ満塁の状況だとしてもね。ほんとマジな話、丸の出塁率はぐん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 上がっていくんでしょうけど、こっちの失点数もまたそれに比例してぐん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 下がっていくと思うんでね。本来出塁させたら痛いバッターっていう解釈ですけど、巨人戦ともなればね、他のバッターも強力、この後岡本がいるんで。ただ俺たちの戦いの場合は違うねんな。その後の岡本を完璧に抑えてるからこそ丸を出塁させても痛くはなく、それでいて盗塁死まであるんだから、絶対こうした方がいい。一つ答えが見つかったね。今後巨人戦どうやっていけば勝てるのか、取れるわけもなく、あ、まあシングルヒットですよ。 OKOKOK 気にすんな、確実に抑えてゼロでいく。ちょっと甘かったね、それは打たれるわな。あー、ランナー一塁二塁で、せっかく一つ答えが見つかったと思ったらこれか。答えなんてないんじゃないか、このチーム相手にするとき。最後はカーブでいいかな。あー、じゃあスライダーでいいかな。あー、じゃあ直球でいいかな。よし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 、結果ゼロ。うん、やっぱ答えが見つかった、そういうイニングでした。あー、代打来た、7回の表。大城来るか、ここで。やだね。もうこんだけ打っとんのやから。もう最初から住谷じゃなく、こいつ使っときゃこんな展開になってないんだけどね。でもここで使ってきやがった。引き続き今永で行こうと思う。とりあえずこの大城まではね、左に対して左ピッチャーなんで。なんとか抑えて、まあ、それ以降も抑えてっていうのが理想ですよね。オッケー、引っ張りシフト、イエスで中地を送ってきた。まあ、中地に対しても行ってみようかな、勝負で。引き続き今中で、おーイエス、よし、打ち取ってる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 。そだろお前、取れるやろ。いや取らんとあかんわお前、何この打球、クラクラ上がってで落ちると、結果落ちる。はあ、なんでこっから梶谷。いや、もうちょっと今永さすがの交代かな。ここでピッチャーを誰で行く、エスコバで行こうか。なんか、ここ最近ずっと状態悪いんやけどね。上げてからずっと状態悪いんやけど、こういう場面で使う投手ですから、男は黙って投げるだけ、梶谷に対してね。で、抑えてなんかハイタッチするのもいいじゃないですか。そういうシーンがありましたよね、リアルで。見せてやりましょう。それを再現といこう。まあ、最後のバッターではないからね。のんきにハイタッチしてる場合じゃないんだけど。OK、OK、OK。ちょっと今怖いな。なんか失投がかなり投げやすい状況。直球を弾き返して落ちることはなーい。これで2アウト。あと1つを抑えてこの回は終了で、また次回のリードオフ丸になりそうやね今日何度目やっていう話だけど、まあええわ。この際無事に抑えて7回を終われるのであればね、何よりもいいことだよ。はい、結果三振。次のことは次のことで考えましょう。7回無傷で耐え切った。さあ、丸から始まる8回表、最後まで逃げます。まあ、引き続きエスコバーで行きましょう。7回表はエスコバーで抑えたので。で、申告敬遠で、はい、岡本に対して今日抑えてます。だからここまで勝っとんね。4打席連続の申告敬遠を与えても勝ってる理由は岡本を抑えてるからだよね。あと丸の盗塁死とかもあったから。また会ってくれてもいいんやで。ウォー、いや大丈夫、守備固めは9回表かな。送るんならまだ攻撃残ってるし。ちょっとストライクでいいと思うんですけどね。ノー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 、サークルチェンジかな。よし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 、セカンドは無理やな。ファースト
ちょっと進塁を許す形になったけど、一つアウト取れただけマシですよ。マキが見せた。もう三塁宮崎使わんでええな。懲罰で今起用してないんやけど、もう使うことないわ。だってマキの方がいい動きしてるし、打てるしね。これでええわ。よし、これも抑えて2アウト。8回無事にいけそうやな。最後まで丸を勝負避けた結果、まだ勝っているし、まあこれからもそうなるでしょうね。おうおうおう、ちょっといいっすかな。嫉妬怖いよ、やめてね。やってんのは俺なんだけども、ちょっと怖い。あんたそういうとこあるから。いやいやいや、最後スライダーで終わる終わる終わる。もう死んでる死んでる。あ、おっと、意外に。これは見る、そんな見るイメージないけど、あ、見ちゃうんだ。へえ、ターニングポイント。いや逆いいですよね、ここ押さえたら8回裏状態のいいまんま迎えられるんで、外野前進して確実に抑えれるバッター吉川尚輝を抑える。外野前進してる分ちょっとあれやけども、結果アウトになって、よーし、8回も無事耐え切った。じゃあ8回裏見せてやりましょう。横浜打線の攻撃、ピッチャー田中豊樹、豊樹を出すか。いや、チャンスしかないな、このイニングはね。カモンカモンカモン、打てるぞこいつなら。打ってきたぞこういうやつを。あれ、もったいない、これだけの状態の良さがあるのに。これもエスコバーは打席変えて、男は黙って打席入るだけやめて、畳んでええから。まあこういうとこで宮崎使える強みがあるんでね、使おう。ええー、その宮崎でこんなクソみたいな凡退ありえへんけど、ありえたんだ、嘘じゃなかった。せっかくのこんな状態で得点取れずで、結局ノリノリの桑原でも今日は打てていないが、最後に打てればいいんです。2点差で9回表を迎えようや。それが何よりもいいことなのに、なんでなんでなんで打てないんだろう。あー、もうダメだ最後まで。はあ、じゃあこの1点で勝てと、この1点差のまま勝てと、野球の神様はそう言うとるんですね。わかりました。8番の大城から始まり、1番の梶谷につながるところではあるけど、3人を抑えて無事勝利を挙げていきましょう。今季の巨人戦2勝目をね。もちろん出すピッチャーは三島、状態の悪さはあるけども君に決めた。あともう勝利目前ある以上は守備固めも送っておいた方がいいですよね。今こういうラインナップですけど、神里をレフト、中井をファーストにつけて、外と佐野を外した感じになりましたね。まあ結局外では5試合連続のホームランは打てなかったが、もうこの際どうでもいいです。チームの勝利が目の前にあるのであれば、それを掴み取る。そして終わる。は？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 あ、どうどう取れない！頑張れば取れる高さだったと思うけども、いきなり長打が生まれて、ノーアウトランナー2塁であまりにも早すぎる。え、何これまでの頑張り全て台無しにされるパターンですか？巨人戦これがあるから俺嫌いないよね。極力やりたくないんだよね。急に変わるからさ。若林を代打で送ってきたけど、はい、抑えます抑えます、引き続き抑えます。バントで来るわな、次の1点がどうしても必要なジャイアンツですから。決めさせたくはないんだけどね。でも決まります、あ、決まらない、サード、はい、アウト、レッツゴー、勝負あり、これはもうもらった。あとは抑えよう、後続を。ちょっと若林も牽制しつつね。はい、正面、アウト、トゥアウト。丸に回さず坂本で終わらしておくのがベストでしょうね、ここは。今日一度も打たしていない。丸の前後を抑えてるからこそのここまでのゼロですわ、ほんまに。よし、おっしゃい、ゲームセット。丸を全打席歩かした結果、無事勝利。この試合で巨人戦の勝ち方が分かった。で、同時進行で阪神がまた中日に負けてるので、俺たちが勝った。ということもあってか、ゲーム差 1.5 ゲーム差に広がり、次の戦い負けて阪神が中日相手に勝ったとしても、この3位の立場はとりあえずこのカード10はキープすることが確定となりました。で、どうだ、この後覚醒とかないの？オースティンであんな感じのホームラン打ったんでね。覚醒があれば嬉しいんだけども、いや、見る感じこれないな、多分。成長報告。細かあるパワーが上がるけどね、そんなイベントじゃなくて、オースティンのノリノリで覚醒やってくれ。あとこの後ノリノリが終わるみたいなことはないよな。もうそろそろ桑原終わりそうなんだけど、できれば次の巨人戦3試合目。あ、よかった。ノリノリで迎えられますね、どちらの選手も。今回の動画はこれにて終わりにして、次回は5月13日、このカードの3戦目の模様をお届けしていきます。興味があれば、また見てね。最後までご視聴いただきありがとうございました。